の方が人数多いですね、大浦から古川、今シーズンの初得点。ボールを頭上に上げるとディフェンスは手を上げてきますよ、はい、出てきますよね。谷口のシュートを警戒してとなります。ここで古川今日2本目、川瀬選手守りましたね、はい、古川合わせたアリウープ、これは先ほどのアリウープのシーン、絶妙なパスですね、ただベースラインドライブから古川スリーポイント来ました。まあ、昨シーズンの両者の対戦見ていましても、ここは伊藤のキックアウト、オープンから伊藤のスリー、これいいフィニッシュですね、比較的オフェンス両チーム好調、少し点の取り合いにもなってきました。この時間帯川島入れ替わってキックアウト、古川スリーポイント2本目、これも決まりました。まあ、常にそういった選手はやっぱり相手からすると怖いですね。そうですね、身長が3本目、ここ今3本やられてるので、渋谷の方はディフェンスをちょっと考えないといけないですね、はい、面白いですね、ですね、はい、ガチガチの守り合い、ちょっと止まらないですね、早くも2桁11得点古川です。両者一歩も譲りません。第1クォーター、古川スリーポイントなんと4分の4、しかしビタッとここは広瀬がつきます。預けて古川ロングツー、来ましたね、ディープツーを沈めて10点差。今のが落ちてるか落ちてないかでもやっぱ結構これ後々僕響いてくると思うんですよね、はい、なのでうまく今得点に結びつけましたよね、うん、でこれ今反対に渋谷の方はカイトディフェンスいい仕事をしてくれます。いやいい仕事しますね。古川のスリー、さあここ第2クォーターは2ポイント1本にとどまった。これがね、伊藤届けに下がった、リフレクションがあって広瀬取れない、伊藤取り返して古川オープンでのスリー。さあこの第3クォーター渋谷の、まあ、プレー全体エナジーがどうか、スタッフにも古川です。これを見ていたバックドアパス、ハイポストでのワンウェイジャー、ギャビン・エドワーズがつきます。古川にスイッチ、古川のロングスリー、空いてしまいましたね。古川いいですね。そしてデイビス、さらには長谷川というオンザコート秋田、古川のトップオブザキーからのスリー、あの辺はもっといかないと、ゾーンもやむえないですからね、秋田がゾーン継続、はい、ギャビン・エドワーズ、スキップパス見ていました。古川ターンオーバー、田口グリーン右ウィングからのスリー、グリーン入っていってトラベリングをアピールしていますが、リバウンド、こういうとこなんですよね。泥臭く取り返して中山、はい、そして古川のスリー、これ独特の高い放物線のスリーポイント、3分の3です。秋田も仕掛けますからね、古川取り返しました。入ってきたデイビス、キックアウト、田口へ、怖いですからね、昨シーズンはいろいろなスタッツでキャリアハイを記録した原修太です。古川やり返すか、おお来た、グリーン中空いて、あっとちょっと滑った、4秒3秒ですが、古川アタック中空いた、いいドライブですね、はい、ペイントの外に出した、古川のウィングからのスリーポイント、リングに触らずに決めました。今の中山から、中山選手よく見ましたね。そうですね、綺麗な位置、まあ、シュートコンテストに行ったんですがもう間に合わず、フロントコートに中山が持っていくバウンドバック、古川のスリーポイント、トップ近くから打ってきた、ここが古川のいいところ、はい、背中を通してジョーダン・グリーン、パーカーと1対1、ペイントに侵入、リング下から古川、はい、レッドローにいた、シュートには行かれてるんですが、最後しっかりディフェンスリバウンドにつながっているというのは、秋田はやはりこう、チャンスが生まれてきますよね、まだ。またしても古川決めました。スリーポイントはキーナーは3本目成功させています。古川が今度はお返しとばかりのスリーポイント、はい、川島自分で行く、よく見てましたね、左側、左サイドは古川のスリーポイントになる場所っていうのが、はい、ディフェンスの逃げ方がしっかりできてますよね。なんかそんな嗅覚を感じるんですかね、はい、
もう一度古川、いいですね、群馬苦しくなった、ボールを止めるの遅くなってしまうと全部レイアップまで行かれているので、はい、あのジョーンズ選手のリズムでシュートまで持っていけてますよね。ここを打開しようと今度は古川スリーポイント、はい、キーナン選手はポストにディフェンスが2人来るってことが分かったのでドリブルつく前にもうパスアウトしましたね、はい、あーコースを変えた、うまい古川、もう一人で持っていきます、ワンウェイじゃ苦しみながらも古川のスリーポイント、コンテストに行ったんですがそれを古川、明日はこのセカンドチャンス生かしたいですね、はい、キックアウトなんとか残した古川、ここで決め切った、そしてバスケットカウントワンスロー、本当にうまくファールをもらいながらですけど、まあ、予想しながらファールを予想しながらのシュート、今 50% 入ってますから、はい、古川この位置で変わっていきなり決めた、これ彼の得意なプレーですからね、スクリーンを使ってこう動きながら、古川です、外に出してグリーンのスリー、いいですね、今のプレーはすごく良かったですね、はい、あっと奪われました、パスカットが来た、古川今日は来たスリーポイントいいですね、古川ファール、古川もらって沈めた、今度はこの距離中距離ですがロングツーはリングでした、奪った、秋田セカンドチャンス、これもスリーだ、決めた、秋田らしいですね、グリーンのピックを使ってベースラインドライブから外、中山、さあ古川が空いた、スリーポイント来た、逆転が来た、古川が厳しくいきます、かわしてパスにしました、奪いました、秋田時間を使わせました、ナイスブロックですね、古川選手、アイバーソンです、古川、古川のスリー来ました、古川のスリーも決まりました、さあ古川デイビスに入れます、もう一度古川、古川のジャンパー来ました、さあ古川です、古川ジャンパー、おお決まりました、中古川合わせてきました、再びジャンパー、おお、このようなシュート今日は当たっています、古川高利です、古川中入ってきてこのミドル、今日古川このような形のシュートいいですね、デイビス、古川がもらいに来ました、古川中挑んでこのショット、おお見事、ワン中に入ってきてシュートは打てない、古川コーナーから打ちました、このシュートは秋田助かりましたね、中野がつきます、さあ田口自分で行ってパスにしました、古川一人かわして中入る、パスは出さずに自分で点にしました、再び12点しましたね、そうですね、ワンここでワンフェイク、田口選手にパスするっていうようなフェイクを入れたので、はい、思わずディフェンスはこちらの方へ、ダブルチームいった、なんとかパスにして、そしてアイバーソンゴールしたダンク、再び12点差、北海道はこの試合最後のタイムアウトを要求しました、はい、まあここは取らざるを得ないというか、もう最後の残り 35.4 秒